北口入口高架下したホーム、吉祥寺方から東駅に入線する線形。高井戸駅は東京都杉並区高井戸西2丁目にある京王電鉄井の頭線の駅である。井の頭北関区所属。駅番号は、院十12。島式ホーム1面2線を有する。井の頭線では、数少ない高架駅であり、東京都道311号環状8号線上に一致している。 ホーム幅は、井の頭線の他の島式ホーム駅と比べて広めになっている。近年、吉祥寺側に、防風柵が設置された。2006年12月に駅舎と、駅高下下の京王倉運ウ街のリニューアル工事が終わり、京王リトナード高井戸が完成した。2020年度の1日平均乗降人員は32,257人で、ある。 急行は通過するが、利用者数は、井の頭線内では、渋谷、吉祥寺、明大前、下北沢に次いで、第5位である。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通り、東京23区有数の住宅地で、完静な住宅街が広がる。駅に面して、東京都道311号環状8号線道路が、走っており、 定期バス路線の停留場もある。駅北側には、杉並区立高井戸小学校や高井戸温泉、美しの湯、日本年金機構本部がある。また、駅北東側には健康マヨネーズ本社、杉並清掃工場及びその排熱を利用した温水プールがある、杉並区高井戸地域区民センター、高井戸保健センターがある。杉並清掃工場は、かつて、 ミノベト政時代に東京ゴミ戦争のきっかけとなった。杉並清掃工場内には、その歴史を伝える東京ゴミ戦争歴史未来館がある。また、かつては日本ヒューレットパッカードの本社をはじめ、同社及び同社から分離したアジレントテクノロジーの事業所が散在していたが、2011年5月に HP の事業所が江東区大島に集約されたことにより、 当駅周辺の事業所はすべて閉鎖された。南西側は、神田川もある住宅地で、都営住宅が広がっている。また、徒歩5分の場所にテレビドラマのロケ撮影がたびたび行われる、浴風会本館がある。南東側には、高井戸駅前郵便局、大相撲の柴田山部屋がある。また、南東側線路沿いの神田川は、桜の名所であり、 ホーム上からも堪能できる。最寄り停留所は、駅高下下のカンパチ通り上にある、高江戸駅で、関東バスにより運行される以下の路線が発着する。なお、乗り場番号については、同社公式サイト、関東バスナビで表示されている、便宜上の番号であり、実際は何も表記されていない。京王バスの高江戸駅入り口は駅名を関するが、駅からは450メートル程度離れている。 ありがとうございます。